栃王山、手前、を寄り切りで下し、初優勝を決めた御嶽海、撮影、椎名渉、写真を拡大、大相撲名古屋場所14日目。御嶽海栃王山、2018年7月21日ドルフィンズアリーナ、優勝をかけた大一番にも御嶽海は冷静だった。当たってからすぐに左を差し、向こうの左を切ってから巻き替えながら前へ。栃王山とは同じ一門で、普段からよく稽古をしていたこともあって、落ち着いて取れたのだろう。重圧がある中で、こういう相撲を取れたことは大きい。成長を感じさせる一番だった。本場所優勝できた要因はとにかく体がよく動いていたこと。立ち合いから常に前に出て、攻め込んでいく相撲がほとんどだった。ただ三横綱に一大関が休場し、上位と当たったのは豪栄道と高安の二人。展開に恵まれた面もある、来場所は大関取り。だけど今のままではダメ。自分の形である突き、押し、もろ差しの三つにさらに磨きをかけて、相手に圧力をかけていく必要がある。でもその前にまず千秋楽。勝って14勝にすれば印象も違ってくる。元大関、栃東。